皆様、おはようございます。エリクと申します。私は日本に行った時には、なぜ日本人の髪型はいつもかっこいいのか、髪の毛の問題がないみたいのか、と考えてきましたので、日本人の髪の毛への興味になりました。したがって、これからはこのグラフを使って、日本人の髪の毛についてのシルベットことをご発表させていただきたいと思います。このグラフは、インターワイヤード株式会社が2013年に行った日本人の男女別の髪の毛に関する悩みを表したものです。まず、男性の答えを見ると、薄毛の選択が 29% ぐらいと最も多く、以下、くせ毛、シュウが 22% ぐらい、コツがないというのが 15% ぐらいと続きます。情勢は少し違います。最も多くのがくせ毛 43% ぐらい、以下、パサつきが 31% ぐらい、コツがないシュウと続きます。また、トップ5なのですが、男性の選択に比べると、女性のそれぞれの選択の割合が約2倍になっています。この結果から、女性の方が髪の毛の何らかの問題を悟っていると考えられます。また、男性でも女性でも日本人の皆さんが、くせ毛、コツがない、太い、というのが一番悩むことでしょう。しかし、特にどの悩みもないという考える男女が 27% だけぐらい、多くの人が悩みがあると考えられます。このように悩んでいる女性が、同級生や同僚からたくさんストレスを与えるかもしれません。また、私が考えれば、このような問題を解決するために、多くの製品や時間がかかるのではないでしょうか。では、ご清聴ありがとうございました。